皆さんどうもこんにちは、ヒカキューブです。本日もオイルアプリ2011やってきたいなと思います。本日はですね、1月11日ということで新しいガチャイベントの更新来ましたので、がっつりこの動画1本で話していきたいなと思っております。でちなみにですね、今日成人の日ですよね。はい、成人式はですね、残念ながら中止のところも多いかもしれないですけど、あの成人された方々本当におめでとうございます。大人の世界へいらっしゃいということで、まあ何が変わるってわけじゃないですけど、なんか気持ち的にね、あの一つ大人の階段登った感じすると思いますので、一緒に人生楽しんでいきましょうということで、まずはお知らせから話していきたいなと思うんですけど、はい、一つ目これですね。はい、プレミアリーグの投票 FP ということで、あの投票開始されました。おそらくリーグ系だと一番激アツなガチャになると思いますので、はい、忘れずに投票してみてください。であとはこちらですね、アジア選手アンケートということで、こっちはですね、まあ熱いというより日本人選手がたくさん出てくる可能性あると思いますので、はい、こちらも忘れずにやっておきましょう。であとはですね、これ久しぶりに来たんですけど、はい、今週末ですね、公式大会でアーセナルとバルセロナの試合があるんですけど、これの勝敗を予想して、当たれば300フットボールポイント、参加するだけで100フットボールポイントもらえるキャンペーンやってますので、これは必ず参加しましょう。この予想はこちらってところからできるんですけど、僕実際やってみてなんかね、投票できてる感じなくて不安だったんですけど、まあ一回フォーム送信すれば大丈夫だと思いますので、はい、これもやっておきましょう。まあ塵も積もれば山となるなんで、300ポイントなんですけど、こういうのが後々効いてくるんですよね。はい、であとはですね、これちょっと複雑な話なんですけど、はい、 e フットボールオープンウィークということで、今週ですね、前に動画で説明した e フットボールオープンの対象週なんですよね。でこれはですね、ちょっと画面で見た方が早いと思うんですけど、こちらのですね、 e フットボールから、マッチで行って進んでいただくと、この2番目ですね、 e フットボールオープンラウンド1というのが来てるんですけど、これの第2節が今週なんですよね。なのでこのイベントをとりあえず2000ポイント、ここまでは皆さんやっていただきたいなと思っております。であとはですね、今週は後半にラウンド2の第1節っていうのも来ますので、去年12月のね、ラウンド1第1節をちゃんとやってた方は、こちらもですね、忘れずにやっていただきたいなと思っております。あのさ、ごめん、これ専門用語多すぎてわからんよって方多いと思うんですけど、これわかんない方は概要欄にね、あの説明の動画貼っておきますので、それ見てからこの説明聞けばある程度理解できると思いますし、この辺のね、 e フットボールポイントってしっかり貯めればアイコニック選手と交換とかもできたりしますので、はい、忘れずにやっていただきたいなと思っております。あとはこれですね、あの e フットボールポイント交換所にパティとですね、ウィリアンが新しく追加されておりますので、はい、これ結構注目なんじゃないかなと思っております。このパティですね、実は総合値100位になりとか、なかなかやばいパティになってますので、アーセナルとバルセロナのレベマ比較のところで改めてノロクチャ紹介していきますけど、はい、気になる方はこれ交換してみてもいいんじゃないかなと思います。あとそう、毎週ね、あのこのタイミングで一応木曜日のアイコニックっていうのが公式確定されるんですけど、今週はですね、まだ発表されてないと思うんですよね。はい、おそらく祝日の影響だとは思うんですけど、もしかしたらですよ、もしかしたら今週からアイコニック一旦お休みになって、そろそろ投票 FP が徐々に始まっていく、そんな可能性もあるんじゃないかなと思ってますので、まあその辺ちょっと頭に入れながら、まあまた公式発表とか木曜日待っていただきたいなと思っております。そんな感じかな。はい、ということで、このままですね、今週のガチャ見ていきたいなと思うんですけど、はい、もう最高ですと。はい、バルセロナ、アーセナル、ローマ、ラツィオ、この4クラブがやってまいりました。なんだろうね、この安定に豪華でよく出てくるクラブなので、なんか実家のような安心感ありますよね。まあ昔の AKB に例えるなら、まあ前田敦子さん、小島春奈さん、上からマリコ、高橋みなみさん、まあ、そんなガチャになってるんじゃないかなと思っております。まあ、ただですね、今週は CS よりも僕周回引いた方がいいかなって個人的には思っていて、まあ、CS はですね、バルセロナとかも登場回数多いですし、そこまで絶対引けって感じでもないですし、割とですね、もう好み次第で横一線な感じであるのかなと思っております。まあ、ただ優先度をつけるのであれば、やっぱり安心感はバルサなんですよね。はい、ここやっぱり安定して強いんですが、最近ですね、メッシが無料配布されたことを考えると、シンプルに当たり枠が一つ減ってしまってますので、今週はアーセナル引いてみるの結構ありなんじゃないかなと思っております。なので優先度で言うと、アーセナル、バルセロナ、まあここはあんま差ないですけど、アーセナル、バルセロナ、あとはラツィオ、ローマ、こんな順番なのかなと思っております。ただですね、ラツィオやローマにも間違いなく注目の選手にはいますので、まあ手持ちと欲しい選手次第で引いてみていいんじゃないかなと思っております。ただあくまで僕の優先度で言うとこんな感じ、そんなところですね。はい、ということで、このままですね、ガチャ引いていきましょうか。いやー、これマジ緊張する。ちょっとね、今週に関しては僕ローマ引かずに、バルセロナ、アーセナル、ラツィオ、この順番で引いてみたいなと思っております。いや緊張すんな。じゃあまずはバルセロナ行きましょうか。でバルセロナで言うと、僕ピケとデヨンが持ってるんですよね。はい、なので他の6人で言うと、まあグリーズマンとペドリかな。特にグリーズマン欲しいんですけど、まあこの2人のどっちか、あとテアシティゲでもいいかな。はい、この3名が出てくれたらいいかなって感じですね。こっから行きましょう。まあ皆さん、なんで僕はちょっといつもよりテンション上がってるか分かると思うんですけど、そこに向けた大事な一発目なので、もう今日は総じて神引きしていくんで、さあよろしくお願いします。一発目行きましょう。さあお願いね。3人のうち誰かが引っかかってくれれば OK。 さあ全てをかけるバルセロナ10番で叫ばせてくれ。さあ行きましょう、レッツアゴー。お、え、来たんじゃないこれ。え、待って、どっちどっちどっち。あ、デヨン
比較していく。まあ、まだ先はあるよ。まだ100歩のうちの1歩目ぐらいだから、そんな心配することありません。さあ、2回目。ペドリ、グリーズマン、テアシェーゲン、その3人。その3人のうちは誰が出れば OK。さあ、行きましょう。レッツゴー。お、これは、あ、左利き、嘘。待って。うん、メッシ、持ってる。だから、無料配布。無料配布持ってる。ねえ。ちょっと、世代超えてしかいないんだが、大丈夫かこれ。やばい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 。本当に、みんな、バルセロナこういうリスクがある。さっき言ったじゃん、安定感はあるけど、やっぱちょっとね、そういうこともあんのよ。これを反面教師にして、みんなは引くかどうか判断していただきたい。さあラスト行きましょう。お願いします。マジでペドリかグリーズマンお願いします。さあラスト行くよ。さあラスト、スペインの風から、レッツラッゴー。あ、でもこれ、あ、グリーズマンじゃない、グリーズマンだよね。オッケー、ナイス。よし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 、最後に勝っていく。てかグリーズマンチャラいな、髪型チャラいね。いや、いいよ。オッケー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 、これはいいですね。よし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 。さあ次、アーセナル行きましょう。アーセナルに関しては、僕ですね、オバメとガブリエル持ってるんですよね。なのでぶっちゃけ僕が無課金とか美課金だったら、僕の今の状態だったら多分引いてないですね。まあ、ただスパサブエンケティアとか、あとティアニとかかな。まあ、この2人狙いで引いていこうかなって感じですかね。さあということで1回目行きましょう。いや緊張するな、マジで。ちょっとね、レイナのためにここで神引きしておきたいんですけどね。さあイングランド、今日は金でもいいよ、金でもいいよ、ゴー。あー、でもこれは右利き、誰だろうこれ。あー、18がパーティーかな。パーティーではない、そっか、パーティーだね。はい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 、オッケーオッケーオッケー。かわいいな、顔がかわいいんだよな、パーティー。はい、ありがとうございます。トーマスパーティー、こんばんは、パーティー開こうぜ。さあ2回目行きましょう。いや2回目、あのね、マジでガブリエウ僕結構使ってるんですけど、マジで結構強いよ。いや本当に評判いいから僕使ってみたんですけど、マジで使いやすかったんで、ガブリエウ当てた方は大勝ちですね。ゴー。おお、大勝ちって何か、自分で言ってておかしかったけど。さあ3番で言うと、あ、違う、ティアニー、ティアニーか、あれ誰だ、ティアニーか。あ、オッケーオッケーオッケー、やべえ、せっかく狙いって言ってた選手出たのに、すげえ中途半端な反応しちゃった。何やってんだよ。いやちょっと今集中力なんか切れてたわ、突然なんか切れてた。はい、ティアニー選手ありがとうございます。ほらすごい、見て、背景がキラーンって光ってますね。はい、さあラストやってまいりました。もうこれはじゃあエンケティア当てて終わろう。もう金でエンケティアで、さあ終了していきましょう。いい流れをラツように作っていきましょう。いや金でもいいっていうのって結構大事っすよね。そう考えるとバルサもね、今回金出ても全然いいですからね。レッツゴー。お、右、あー、これあれだよね、あのオバメだよね。あ、違う、うん、違うな。あ、だよねだよね、合ってるよね、そうだよね、オバメか。おー、まあ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 、世代は超えてるけどね。当たり前のようにかぶりではあるけど、まあこれが初ゲットとかだったら全然ありな引きだったかもしれないですね。はい、オバメヤ選手ありがとうございます。さて、本日ラストの勝負がやってまいりました。このラツヨ CS、 正直ガチャとしても全然いいガチャ。インモービレ、アチェルビ、ミリンコビッチ、サビッチ、カイセド、注目選手います。ただペペレイナ、今日僕は彼を当てに来た、そのために全てをかけてきた。去年の坊主をお世話になった、お世話になった結果坊主になった。でももう一度あなたと共に坊主を挑戦したい。だからこそ今日当てさせてください。今日マジでいろんな方がツイッターとかで応援してくれた、だからありったけを。さあ1回目お願いします。マジで1回目から当てて気持ち楽になろう、お願い。マジでこんだけ横飛びを願った日はない。行こう、ゴー。ペペレイナチャレンジ。ダメか、うわマジかー、くー。でもインモービレじゃん、めちゃくちゃいい引き、いい引きだけど喜べない、何この感情、やばい。でもありがとう、インモービレ選手、必ず坊主殿のどっかで使います。はい、チームメイトとしてありがとうございます。さああと2回、やばい、マジで頼む、本当に出てほしい。今日引くために生まれてきた、今日引くために爆死し続けた、今日引くために課金し続けた、それがペペレイナ、頼む本当に。さあ2回目お願いします。マジで横飛び、オレンジの横飛び来てください。レッツラーゴー。ペペレイナチャレンジ。あーダメだ、マジか、出ない出ない出ない。33番アチェルビー、めちゃめちゃいい引き、めちゃめちゃいい引きだ。さあ、ラストになってしまいました。これが FP ガチャの儚さ、どんなに欲しい選手がいても3回しか引けない、ただ平等に3回のチャンスはある。最後
ここで決めないか、ペペレイナ。ここで当てたら、最高じゃねえか。ドラマ、舞台が整った。最高ぜラスト、お願いします、本当に。ペペレイナ、ここで出た神だよ。マジで、お願い。ラスト、8分の1、打ち抜いてくれ、ヒカッケン。お願いっかー。